今ね、ないですよ。喋ること特にないですよ。ないですよ。で、ないんですよ、喋ることが。だから、まあそういうことですわ。なあ、もう喋ることないですよ。じゃあ、喋ることになってくるとまた方向性変わってくるね。ないですね。だから、人間はこう、試合を見なくても試合を感じるところまでいけるっていう、すごいよね。それはもうすごくね、解説がない実況とかあったら、面白くない？もうこれはもう、そうですよ。これは、そうですもん。言葉になりませんにーみたいな言うけど、言うけど、あるもんね。疲れた。まあ、ちょっと方向性変えていいかなって感じがしてますね。ちょっとね。多分ね、時間あったら、俺今日忙しかった。巻いて巻いて巻いて言ってて、やっぱ行くことになったけど、多分今日の試合とかは多分、開始0秒、1秒で、ああ、こういう試合なんだと思って、黙って、90分見続けるみたいな。やっぱそれだけこう、もう見てきたんだなっていうのは、ありますね。だからこう、何も、実は、そうだね、と思いましたね。だから、ちょっち、こういう形も展開変えていこうかな、こういうような動画を撮ってたけど、ちょっと展開変えていこうかなと思います。何だったっけ？撮ってたけど、また別の違った形でやるぞーって感じ。で、と思いましたね。すごいよね。もうね。もうそうだよね。なんかこう、そうだよね。そうだよねっていうことでね、やっぱそうでしたね、今日はね。やっぱこう、そうですね、強いて言うならば、こう新しい青と赤の戦いの幕開けみたいなっていう気も、ダービー的な感じの、やっぱ、そういうのもありましたね。そうですね、やっぱ。次はちょっと違った形でやるぞー。